皆さんこんにちは。アバンチュールと解説補佐役のエレノアです。今日も元気に 2DX 実況やっていきます。最近は苦手練習頑張ってるので、今回はやりたい曲を中心にやっていきます。無知があるなら雨もないとね。自分へのご褒美さ。そうね。今日はゆったりプレイしていきましょう。あれ、いつになく優しいですねエレノアさん。いつもなら甘えるな、とか言って鉄拳が飛んでくるんですが。人をなんだと思ってるの。あくまでゲームなんだし、楽しくプレイするのが一番と思っただけよ。それもそうですね。楽しく遊んでいきましょう。というわけで1曲目、ベースプーベース。1P は鏡が叩きやすいので鏡でプレイしてます。歯抜けに惑わされず、しっかり目で見て回しましょう。うまくなーい。これ。おお、ここまで繋がってるのは珍しいわね。この際最後まで繋いじゃいましょう。任しとき。どうも、サラ曲うまおです。初っ端から絶好調ね。以降もこの調子でいきましょう。オッケー。2曲目は接近。いつもならスコアやフルコンを狙うところなんですけど、今回は趣向を変えてプレイしていきます。え、スコアやフルコン狙い以外の遊び方なんてあるの？あるんだなぁそれが。この曲はスクラッチの音が豊富なんですが、それらを使ってアドリブプレイができるんです。アドリブで遊びつつ、どんな音が鳴ってるのか、詳しく見ていこうってわけですね。随分ひねくれた遊び方ねぇ。でもそういうのも、新たな気づきになっていいかもしれないわね。ですね。序盤のこの辺はちょっと気の抜けたような、高めの音が多いですね。小気味よくて好きな音です。こういう音ってどうやって作ってるのかしら？レコード DJ 機材を使ってたりするのかな？そうかもしれませんね。20年以上前の曲ですし、レコード DJ や CDJ の実機を使って作ってるのかもです。ソフトシンセが発展した今では、スクラッチ専門のシンセやサンプルパックも出てるので、最近の曲はそれらを使ってることが多いですね。なるほどね。時代の変遷に合わせて、曲の作り方も変わっていってるのね。そういうことですね。音ゲーという切り口からその辺も追っていくと面白いです。いやー勉強になるなアバンチュールさんの動画は。ということで残りは静かに鑑賞しましょう。話題が尽きたのがわかりやすいわね。あ、やっちまった。2個しか上がってねえ。また同じミスり方してる。このパターンマジで多いんすよねえ。意図せずサラチョンしちゃってるので、ピタッと止める意識づけが必要ですね。3曲目は雪上段下。これもソフランありのサラ曲ですね。ソフラン前にギアチェンするのは難しいので、ソフラン後にサラチョンするのが良さそうです。サラも見ての通り普通にむずいので、気を引き締めていきましょう。うま、抜けてきちゃったけど、連サラ繋がってましたね。そうね、3連符混じりのフレーズ多いけど、しっかり回せてて偉いわ。でしょ、もっと褒めろ。吹け上がるなカス。あーもっと言ってー。きっしょ。ソフランまだ先だっけ？やべえ混乱してきた。焦らないで。一小節ブレイクが入った後だから、まだ大丈夫よ。サンキューエッセ。この後ですね、準備。ここの隙間でギアチェン。ちょっとロスしたけど、まあ9回転ね。以降も丁寧にさばいていきましょう。了解です。
この後の連サラに合わせてサラチョンします。ああ、結構落としちゃった。痛いですね、これは痛い。痛いけど、十分更新ペースよ。最後まで頑張って。よ。ああ、最後の最後でー。惜しかったわねー。でもかなり BP 減ってるから進歩はあったと思うわよ。そうっすね。プラス思考でいきましょう。ところで、公式機能の録画ってリザルト後の余韻短くないっすか？尺余っちゃって編集が大変っすよ。いい編集方法あるよって方はぜひ教えてください。4曲目は水鏡の異界。硬派な和風曲と思わせてスクラッチをぶっ込むセンスに脱帽です。面白い組み合わせよね。マレやサイナスもそうだけど、和風曲は本当に無限大の可能性を秘めていると思うわ。ですね。この曲はチャージノーツもきついので、身構えていきましょう。この後連サラ、準備。はい、上手。下手。どっちなのよ。ゲージ水危ないけど、まあまあ叩けてますね。ローカスオブザトラベルをハードクリアした俺に資格はない。こうやって調子に乗ってる時が一番危ないのよねー。油断しないでね。大丈夫だって安心しろよ。ここ好き。うい、超余裕。最後のベチャ押しに気合がこもってたわね。五曲目はワンダーウォーカー。物量練習不念として愛されていますね。癖がなくてしっかり密度があるのがいいわよね。4曲目に難しい曲をやる前の前哨戦にもいいかもしれないわ。あがががが。ちょ、何やってるの？いや、なんか脳が急にバグった。音ゲーやってるとたまにあるよね。このままじゃやっていぞなので、頑張って回復します。うわ、今度はバットハマり。本当に大丈夫？正直まずいっすね。いやー超調子悪いなー。サラ曲はうまいのにな、サラ曲は。3曲目でハード落ちとかシャレにならんので、ここから全力でいくぞー。じゃあ今までは全力じゃなかったのって話なんだけどね。なんとか完走。繰り返しが多いので調子悪い日にハードつけるのは危険ですね。新たな学びが得られましたな。
6曲目はスーパーラッシュ。ビープリに次ぐ物量知力不明ですね。さっきのプレイングの後なんでハード落ちしないかちょい不安ですが、とにかくやれるだけやりましょう。ここの位置剣は単純な16部じゃないので、バットハマりに注意ね。後半にも同じフレーズが出てくるので頭に入れておきましょう。ここまではいいペースね。徐々に密度上がっていくから注意してね。了解です。この後がハード狙いの最難所と言っても過言ではないですね。難所は短いので集中していきます。ここまで来たら一安心かしら。冒頭でも言った通り、バットハマりに注意ね。綺麗にハマっていくスタイル。何回もハード落ちしてるんだから学習しなさいよ。ラストはプラズマソウルナイト。今回のラインナップの中でもぶっちぎりの物量ですね。2ハードなので、今回はこれをハードして気持ちよく終わりましょう。そうね、応援してるわ。よしよし、安定してますね。スコアもいい感じなので並行してダブル A も狙っていきましょう。あ、やっせ、あばば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 ば。やめろ、死にたくない、死にたくない、死にたくない。やったぜ。危なかったわね。見ててヒヤヒヤしたわ。同感です。いやー、これにハードついたのマジででかい。大きな自信になりますよ。そういえば、レジデントの稼働はいつになるんすかね。この動画は見ての通りテストアワーのプレイなんですが、これを公開する頃にはもしかしたら新作稼働してるかもですね。そうね、気長に待ちましょう。というわけで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。バイバイ。みんなまたねー。